速稼塾の久保です。今回は FX のいつの、ね、メールに対して私の返信をさせていただきます。こんな感じで来てますね。今週はドル円が上昇トレンドだったため、比較的トレードしやすい相場だったこともあってか勝率は 50% を超え、獲得ピップスもわずかだがプラスとなった。確かに上昇トレンド入りましたんで、見やすかったですよね。ずっと107円108円の方向へ、108円109円の方向へ、そして最終的には109円110円の方向へ見ていけばいいよということだったんで、どこでエントリーしていても倍だったらね、とりあえず取れたんではないかなと思います。ずっと勝てなかった頃に比べれば全然いいと思う。これからも安定して勝率を上げ、もっと獲得ピップスを伸ばしていければいいと思う。そうなんですよね。あれね、最初はね、負けが目立つんですけども、10回に1回ぐらい勝てるようになって、10回に3回ぐらい勝てるようになって、10回に5回勝てるようになって、10回に6回勝てるようになって、勝ち越しっていうルートなんですよね。まあですんでね、10回中9回勝つ必要はありません。10回中ね、本当に6回勝てれば4割の負けっていうのは全然目をつぶっても差額の2割で勝っていけますんでね、肩肘張らずにやる部分としっかりと取り組んでいくところと両方が必要だと思いますね。で、現状まだまだリスクリワード 1.2 以上でのエントリーができておらず、ついつい 1.2 以下でのエントリーになってしまっている。はい、ここもなんですけども、 1.2 とか 1.3 のリスクリワードっていうのはちょっと難しいなと思ったら、1対 1.5 とかね、1対 1.25 とか、もしくは1対1とかにしてもいいと思います。そういう風にね、リスクリワードの調整もことに応じて自分のフェーズに合わせてやっていければなというところですね。で、また損切りポイントは直近の安値高値に設定すべきだが、エントリータイミングを悪く、損切り幅として許容している20から30ピップス以内に収まらず、損切りポイントを20から30ピップスに設定してしまっているので、損切りを食らっているケースが見受けられる。はい。ということなんで、リスクリワードに、そうですね、合わないなと思ったら、まだ見極めがちょっとリスクリワード的にできないなと思ったら、例えば30ピップス取りに行く、テイクプロフィットラインに対して50のね、ロスカットラインを設けるみたいな逆 1.2 とかっていうのもありえるんですよ。ただこの場合は負けにくいけど、負けた時の損失が大きいというね、リスクがありますね。で、本来は現状 0.01 ロットでエントリーしているので、もっと損切り幅を広げても資金的に問題ないが、結局今度ロットを増やした際に損切り幅を狭めないといけないので、やはり損切り幅が20から30ピップス以内で収まる適切な場所でのエントリーを心がけていくべきだろう。はい、ここは冷静な考察ですね。その通りだと思います。あと、まだゾーンは反発しやすいということが、まだ実体験を伴って感じられていないため、これはよくわかります。ですからね、何回も何回もゾーンに対して素直に張っていくってことが必要なのと、あとゾーンがね、ちゃんと本当に的確なのかなってことを検証する必要がありますよね。ゾーンの反発を狙ってのエントリーがまだしっかりできていない。ゾーン反発っていうのは結構難しいんで、まずはね、順張りなんですよね。こっちの方向に向かっていくところに後乗りしていくっていうのを繰り返した方がいいと思いますから、ゾーンを突き破ったら、それを確認して、突き破ったのを確認して、そっちの方向に、抜けた方向に行くっていうのが、まず習得するべきことかなと思いますよね。で、ゾーンに当たって跳ね返るっていうのは、まあその上のレベルになってきますんでね、どちらかというとゾーンを突き破って、ブレイクした方向に伸びていくっていうのをまずはマスターした方がいいかなというところですね。もちろんゾーンも抜けることがあるので、抜けても OK という心構えを持って、もっとゾーンを狙ったエントリーしていく必要があると思いますということなんですね。そうなんですよね。まずはゾーンが正確に引けること、そしてそのゾーンに対して、反発を取るのか、抜けていったブレイクを取るのかなんですけども、やっぱり私がね、好きなのは、あれですね、レンジの後のブレイクを取りに行くやつですよね。こうやって N を書いてね、ゾーンを突き破って N に1回当たって、そこから跳ねて伸びていくってやつはね、かなり取れますんで、そこを狙っていきたいかなというところですね。今回の感想は以上でございます。